どうも、PO25 レースというところで、ナショナルズのフランチャイズレースやっていきましょう。本日5月の7日です。現状のナショナルズ27勝35敗というところで、まぁ、ちょっとね、一時期の好調期間は出してしまったんですが、まぁ、その分別に不調でもない。なんか我々はですね、毎回こう、なんか12ぐらいまで負け越すんですけど、ただそこからなんかちょっと調子が良くなって、絶対なんか10以内に収めてくるっていうね、状態を送っております。なのでこのままね、なんか10以内で収めていけば、そのうちこう調子上がって、まあ、5割もしくはねそれ以上っていうところで、ワイルドカード、ちょっとフィリーズがあまりにも強すぎて地区優勝厳しいなと思ってるんですけど、ただまあワイルドカードはね全然狙える位置にいるんじゃないかなというところで頑張っていこうかなと思っております。そしてね、まあそんな我々ですけれども、まあ、前回の動画に比べ戦力の上積みというのは実はされております。まあ誰を取ったというわけではないんですけれども、今続々と怪我人が復帰をしておりますので、まあ、そこも含めて、状態のいいチーム目指していきましょうというところで、本日は、ブレーブスの試合でやっていきますね。私は一応ブレーブスファンなんですけれども、あのまあここは心を鬼にしてですね、まあ、勝っていかなければいけないなというところで、相手はジョー・ヒメネス、そしてうちはですねミッチェル・パーカーです。まあ、今年ルーキーとして、まあ、開幕からローテーションにいますミッチェル・パーカーが今日は先発です。まあ、成績としては非常に素晴らしい。ここまで10先発4勝4敗 2.91 と、まあ、ちょっと最近打たれてきてるなというところはあるんですが、それでも防御率3点台以内というところは非常に素晴らしいなと。これはちょっと新人王も狙ってってほしいななんて思っているんですが、今日頑張ってもらいましょう。そして、野手ですね。まあ、怪我人が続々と帰っております。まずはイルデマロ・バルガスです。まあね、サードが結構厳しかった状況下で、バルガスの復帰というのは、これは非常にでかい。ね。まあ、サードをね、しっかりとできまして、バッティングでもね、コンタクトは非常に高いものを持っている。いや、いい選手が戻ってきてくれました。これ、バルガスがサードね、怪我したからすごくサードが厳しくなったんですけどね。でもう一人、うちのパワーソース、ギャロ先生、ジョイギャロですね、帰ってまいりました。まあ、ギャロ先生がね、ようやく復帰してくれまして、ちょっと調子が上がってきたなってところで怪我をされて、ね、それまでギャロ先生がパワーソースだったのが、急にイエペスがパワーソースになりまして、ね、イエペスがそれまで結構成績良くてね、頑張ってくれてたんですが、まあ、ようやくここに来てね、イエペスの肩の荷も降りるというような状況になっております。はい、じゃあオーダー組んでいきましょう。ね。ちょっと今日ウッドがね、調子は最近上がってきてはいるんですが、ようやくこうメジャーに適応し始めたかなというところがあるんですけれども、ただちょっと今日は調子が悪、疲労が溜まっているというところで、ウッド下げるか、今日。ちょっとまだこれから試合も続くのでね。さあ、じゃあウッドを避けて誰入れるかって話ですね。まあ、ライトにギャロ先生置く。で、ファースト。イエペスかな、調子いいしイエペスかな。で、ハロルドな、ここをどうする。トレイ・ハリスはちょっと使いたいんですよ。トレイ・ハリスは、まあ、この元ブレーブスというところで、成長した姿をね、今日はブレーブスファンにね、見せてほしいなというところで。まあ、キャッチャーはライリー・アダムスでいいでしょう。ね。一応、ライリー・アダムス、キーバート・ロイズが同時に使えるように、アリー・サンチェス取ってきたんですが、ウェイバーの方にいたね、取ってきたんですが、まあ、今日は、ライリー・アダムスでいいです。ね。あまりにもちょっとですね、キーバートのバッティングの調子がね、上がってこないんでね、右の時はもうライリー・アダムスでいいかなと思ってはいるんですけど、どうしよう、ハロルド、最近はよくですね、このナシーム・ヌニェス、まあ、ルール5で入っている選手なので、まあ、どっちにしろもうマイナーには落とせないので、じゃあ使っちまえってことで、最近はよく DH に、エイブラムスを入れて、ショートにナシーム・ヌニエスを入れたりはしてるんですけど、まあ、今日もこれでいっか。ね。今日はじゃあこのメンバーでいきましょうか。で、打順ですね。1番、誰行く?1 番、誰か行く誰行く、エイブラムス行こうか。2番、まあ、ルイス・ガルシアかな。3番か。まあ、アレックス・コールか。4番、今日は4番、ギャロ先生行きます、イエペス行きます。まあ、どちらかが4番でどちらかが5番でしょうな。まあ、成績考えるとイエペスなんですけどね。イエペス4番行くか。で、5番ギャロ先生だな。で、6番バルガスがちょうどいい。7番アダムス、9番トレイハリスだな。うん、9番ハリスはやっぱり、ブレイブスファンの好きなポイントだと思うので、これで行きましょう。
さて、相手はどうでしょう。メリフィールド、フレッチャー、オズーナ、アクーニャ、ライディ、オルソン、ダーノ、デュバル、ホワイトと。おお、マイケル・ハジス出てないんですね、よりにもよって。なるほど。アルビースは怪我をしてるのかな。アルシアも怪我してるのかな。それとも休養日かな。オズーナ、アクーニャのラインが怖いですね。オルソンは調子が悪いと。で、今日マーフィーでなくダーノというところ。まあ、左ピッチャーなので、おそらくデュバルがスタメンということでしょうな。おー、なるほどね。で、センターにはエリー・ホワイト。まあ、守備、彼すごくいいですからね。今年もなんか現実で素晴らしいプレー見せてました。ね。さあ、やっていきましょう。ゲームのブレイブスって弱いんだよね。なんか、毎回借金背負ってる気がするわ。さあ、これはオズーナですな。まあ、調子がいいよという話でしょう。まあ、成績見れば分かるんですよ、そんなものは。3割2分4厘11本39打点。まあ、そらそうだと。今年も状態いいですから、気をつけていかなきゃですね。結局、オズーナの獲得すごい成功してるというか、ここに来てね、クラブオプションを行使させようか、させようと言わんばかりの勢いでやってますが。ただ来年ソレアとの兼ね合いがどうなるかというところ、まあそんな現実のブレーブスの話を置いといて、ミッチェル・パーカー頑張ってね。2点台ですから、非常に素晴らしいピッチングを見せてくれます。いつも通りのピッチングしてくれれば十分です。行きましょう。よし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 、 OK、 バルガスね、非常に動けるね。いいよ、今日2つもう開幕からね、いきなり守備を2つ好プレイ見せました。初回ね、ランナー3塁に背負うもしっかりとゼロですぐらいを安定して打っているんですが、ここはフレッチャー正面当たる、悪送球。すげえ悪いプレーだな。びっくりするぐらい悪いプレーだな。フレッチャーどうした。外の球ちょっと引っ掛けてオズーナ守らせてるのか。オズーナ守らせてるのか、すごいね。これは逆方向、どうでしょう。まあ、足が速いとは言われながらも、もうそんなに速くもないギャロ先生ね。昔もっと速かったよね。60、70ぐらいあったよね。大選手ですよね。こういうバッティングしますからね。こういうバッティングして出しますから、バルガスについては。っていうか、ケルニックはいないね。見たかったな、ちょっとケルニックラン。この時のバッティングというのはもう固め打ちがすごいんですよね。ただここはセカンドゴロ、ゲッツーとなってしまいました。ラジアのですね、かなり固め打ちをする選手で、3安打4安打、なんだそのポーズは。使えるバッターというわけではないんですが、あーもったいない。足が使えるわけではないですけど、確実性が低かったんで、ちょっとアウト取りたかったね。いやあ、これは痛いぞ。やばいぞ。1点か。1点確保か。いや、いけるか。いや、1点だな。2アウトから1点。いやちょっともったいないっちゃもったいないですよね。デュバルを歩かせてしまったというのはこれ非常にもったいない。手出なかった。スライダーがいい感じに入ってきた。うわー、いいスライダー、低めに。うなってしまった、思わず。すごい低めに入ってくるスライダー、すごいいい球だったな。なんか今日で多分一番いいスライダーだぞこれ。うわー、三振しちゃって。あんま三振する球じゃないけど三振しちゃって。うまい、いいよな、ガルシア守備うまいよな。すごいよな、ガルシアな。すごいガルシア印象的が、いいプレー連発してんだよな。さすが、あるだろうけど。おわ、オルソン。背高いもんな。届くよな。ね、アクーニャってなんか悪ガキ感はあるけど全然悪いことしてないからね。薬も使ってないし犯罪もしてないし。本当に一番綺麗よ。さあパーカーお疲れ。これは素晴らしい、6回2失点クオリティスタートですね。うわ
マジ。いや、なんか全然打てねえな。もう上姫で早く下がってくんねえかな。前に飛ばない、そんなに。そんな真上のフライ上がる、さっきの捉え方で。困惑しちゃうな。1割4分3厘に割れた人落ちたか。まあいいのいいの、ギャロ先生はいいの。それでこう思い出した時にぶちかましてくれればそれでいいから、ギャロ先生は。うわー、でもなんだ、高めにチェンジアップ厳しいよな。なんか全然打てねえわ。チェンジアップなんて低く投げるもんだとばっかり思ってるからさ、当たんねえのよ。いや、さっきの振ったって言われるの結構厳しいよ。バルガスしか、バルガスが同じヒットを。おーおーおー、大丈夫か、オズーナ。3ついける？バルガスもそんなに足速いわけじゃないからな。3つだな。よーし、なんだバルガスだけだな、今日。さすがバルガス。スリーベースなんだね、それね。オズーナも無理したな。オズーナも守らせてるからな、そうなるよな、それな。変わるね、そらそうだ。誰が来る？いいピッチングされたね、ウェーブね。 3.10 よりによって今ブレーブスにいない人間を出してくるんだね。さあ、何度も言うんですけど、ジェイコブ・ウェーブはね、あのピラーにね、デッドボールをぶつけてから結構状態が下がってしまったというのが、それまで結構良かった感じはあったんですけれども、まあ、ピラーに顔面にぶつけて、あの試合結局、あれは関係ねえや。あとはナショナルズ戦のね、もう全く打てない。本当にもう。よーし、ウェブだぞ、変わってるぞ、攻め立てるぞ、これ。トレハリス頼むよ。ちょっと成長してるとこ見せちゃおう、みんなに。ちょっと、やっぱさっきまで80何マイルのストレート見てたから、ウェブのストレートめっちゃ速い感じになる。困ったな、これ。よし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 、走らせようかななんて気持ちも若干あったけど、無理しないでいこう、ここはね。あー、甘かったなー。完全にトライ損ね。タイミングもまあ悪かなかったんですけど、完全にトライ損ね。AJ みたいにこれ変わる。なるほどね。ただ残念、エイブラムスは実は左の方が強いんだね。いや、これもったいねえな。まあ、エイジェ・ミンターはよく分かってますから。うわー、正面ついた。やっちゃった。正面ついちまった。いい当たりだったんだけどな、エイブラムスな。ライセルだよな。4.34 なんだ。悪い方のライセルだね。今年のライセルはいいけどな。さあ、行きましょう。ライセルはでもピッチングフォームが結構単調なので、これ結構流れに乗って打ちやすいですよ。
ただ流れに乗って雑なバッティングをしないようにしないといけませんね。うわー、いい球このチェンジアップはいいね。四隅にしっかりと落としてきたね。何？さあコール。まあ、2点差であればまだランナー1人出してね、ホームランを誰かが打てば解決の話なんですが、ランナー1人出すのが今日実は難しいんですよね、これね。うわー、手出ないバカみたいに手出なかった。やばいぞエペス、最後になるな。後ろつなげ、後ろつなげばびっくり箱が1人いるから。いやー、その球をその球がいや、ジョー・ヒメネスに何ちゅう、ジョー・ヒメネスにやられた6回3分の2を10奪三振パーカーだって悪くねえよ。6回3被安打32失点だもの。バルガスしかヒット打ってるもんだけどな。なんでこんなにジョー・ヒメネスに打てない。いや、きついですね、これ。負けとしては結構厳しいぞ。なんか、ジョー・ヒメネスなら、あ、ワイナンス。しれっとワイナンスがウェイバーにかけられてる。はい、というところで、結構なんか、怪奇な負けをしてしまいました。ありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしますので、よろしくお願いします。バイバイ。